いやまあ藤井風が出るの嬉しいな、うん、今年を代表する方でしょしかも NHK で年末に何か特番で「番ね、世界へ」っていうねはい、はい、だから今現象起きてますから、うん、藤井風さんの歌が1年間の最後に歌ってこれは本当に納得なんじゃないかなと思いますね。 楽しみ紅白歌合戦いろいろと目についております、はい、まあ1点はちょっと出るっていう噂があったやっぱ中森明菜さんが今のところ発表ないっていうのは寂しいなと思うとそうかあと松任谷由実さんが決まった,っった、ね、決まりましたねさあ、うん、ジャニーズ勢はキンキ k ッ k i 関ジャニエイトキング r i n c e s ンロス x t o n e s s n o w m a n な男子6組ですねはいそんな中ボーイズグループで b ファースト。はい。出たりとかしました、はい、新しいところでサウシードオッグバウンディ、うん なんでも出たりしますね。JO1 もか、吉本ねボーイズグループ結構出ますね。でヒゲダも出ます。はい。そしてこちらの赤組の方は円香は石川さゆりさん、坂本由美さん。天です。あ結構女性は出るのか。ルセラフィム。歌。歌ってあのアドさんのこと？そうです。あ歌出るんだ。歌出る。私大好きアイム。はい。 いいですすね、色々出ますけどうん、うん、そして「世界の終わり」が女性赤組で出るっていうまあ女性って言い方がもう古いですけどね,、はいまあ、ね今年で終わりにしていいんじゃないですか赤組白組に分けるの、うんはい。もしくはくじでね赤か白にどっちかにいくとかあでも確かにそうだね男性女性で分けるっていうのはもうすでに椎名林檎さんもそこに属さないようにしてたりとか星野源さんもそうだったりとかしてましたし、ね、もう東西とかでもいいかもしれないよね売れてる うそうだね,ま,ねまあ怖く流んって形式伝統があるんでん名前自体はそれでもいいと思いますけど赤白は別に振り分けていいんじゃないかなと思いますけどね。うんうん、確かに そうすね、だからこれに関して言うとじゃあ知ってる歌詞がいないっていうのなんか一部の人がこうツイッターでつぶやいたりとかしてるんですけど、うん、それはそうで <laughs> この人のこの曲知らないとかね、うん、そういういやそれ知らないだけなんですよ言いたい人が多いよね,ねはい。なんでそういうもんなんですねでに <laughs> みんなの歌ってのはもうないんですよ <laughs> はいはいはいなのでもうそういうことを言ってしまってだからお年寄りが見るものだったらじゃあそれ何年続けますっていう。 ことですね、大反対です、僕は。お年寄りが見るものとして「紅白、はい、歌合戦」をやるってことは「紅白歌合戦」がもういよいよ自分たちで終わるっていう宣言に加えてこれは新しい時代をちゃんと切り開いていくっていうことへの覚悟だと思うので、はい、圧倒的に今の方がおもろいっす。 音楽的にも優秀なので優れてるので僕は全然ご年配の皆ささんは勉強してください <laughs> これをきっかけにねなんか知るっていう人もいるだろうしね<僕>年配の人でも僕本当そういうお年寄りの方に今、うん、ちょっと厳しくしていこうっていう気持ちになってますね。<laughs> 本当に公演とかも見てて <laughs> いやお年寄りの方々が若者の夢とかね未来を応援できないってお年寄りの皆さん本当どう思います <laughs> 間違ってると思う <laughs> 本当に僕は自分の親族とかねご <laughs> 年配の方々とかってやっぱいますけど長生きしてほしいですけど、うん、もしそんなこと言ってるんだったら心の底から軽蔑しますね自分の親族にそういうやつがいたら。<laughs> でも確かにおじさんとかねおじいちゃんおばあちゃんとか自分たちも昔はねちっちゃくて公園でよく遊んでたはずなのにねあ、まあ、だから70代の犯罪率はちょっと上がってるっていうのもね一個ありますよね<ー>段階世代ですよね人がいてうん、うん、段階世代って若い頃からやっぱそういうことやってた人たち多いんじゃないですかうん、うん、本当にね,ね常識を考えた方がいいっすよ本当に恥ずかしい、うん、年寄りをいたわりましょうって時代じゃないっすからもうあなた,たちは本当恥ずかしい,いやもう本当、ごめんなさいそのなんか公園 取り潰せって言って人のこと今思い浮かべて喋ってるいい迷惑ですよね他の教授マジで子供たちの未来のこと考えません本当にだとしてこれで例えば私らの見る人たちがいないとか言ってるんだったらいやいや学びましょうよなぜなら琥珀歌がせはそういう場に今なってきてるんで一番は今年のもう一番の見せ場で、ねアイブ僕おススメですけどルセラフィングを事務所があの BTS 見てみたいですねパフォーマンスね ジャニーズ勢も良かったですけど、ね、キングアンドプリンスさんと一問やってもらうと最高だし、オフィシャルヒゲダンニズムそして藤井さんがでも十分満足ですが、はい、が、が、はい、私の一番は氷川恭子です。はい、氷川恭子さんがこのコア歌が成功を持って活動休止、うん。そうですね。 そして今回は赤組でも白組でもないという立場で出る、はい、ということですからす、ね、もしかしたらそういうメッセージ的なものがあるかもしれないですね、うんうん、それも氷川教授はこうでなきゃいけないってものに対するものとか、うん、赤に分けなきゃいけない白に分けなきゃいけないってものに対する、うん、もうそうじゃないんですよっていうことうそうねはいいやいや「紅白は茶の間でみかんを食べながら家族がどうたらこうたら」とか、うんはい、やめろって <laughs> もう終わったんだって。 そんんなな歌ないんだからだけど俺たちはアップデートしていかなきゃいけないっていうこの「紅白歌合戦」を一つのカルチャーとして捉えるのはいかがでしょうかっていう提案ですね私ははい去年のあの紅白の時の氷川さんも良かったよね自分の歌は歌わなかったんですよね、うん、ああ美空ひばりさんの歌は「我が命」うん、これを歌ってで今年、はい、で最後っていう。 多分氷川さん的に自分の歌は歌わないっていうのは多分いろいろ思うことがあるとは思そう,だ、ね、うんですけそれでやっぱ「歌は我が命」っていうタイトルのこの歌に対してやっぱ思い入れもやっぱあるだろうし、はいまあ、何を歌うのか分かりませんけどね、うん、ただ今の氷川さんのライブを紀万博で見た感じだとずんどことかはやらないだろうし、はいうん、今の氷川さんが 戦ってるもの、うん、表現していきたいというものが反映されてるものになるんじゃないかなと思うけどそれはこの大みそかっていうものに対して外国の人と昔しゃべった時にびっくりしたの紅白歌合戦」にいわゆるゲイみたいな人が歌う、はい、まあその時は美川慶一さんとか美輪黄色さん,、うんはい、さんとかね。 お大晦日のこの年度末にこうやってテレビで歌ってるなんて信じらんないみたいなこと言われて、うん、やっぱありあえないことだみたたたいなある国の人たちが言ってたんですよ、うん、だけど日本人ってのはある種そういう人たちを例えばおねえっていう形で極端なデフォルメした形で受け入れてきたりとかさだからそれがあったことによってナチュラルに受け入れてるようには一見見えるんだけどじゃあ今りも普通に男性ででも性の対象も男性っていうような人たちっていうのが、うん、もう自分の範囲にいない。 要するに見慣れてないもんだからそれをちょっと異常な人として捉えていじったり侮別したりみたいなことってのはやっぱあったよね、うん、俺たちってね慣れてないからでもそれもいろんな種類の性にはいろんな形があって自分らしく生きていっていいんだっていうことになってきた時に、うん、その扉今開けてる段階だよね。うんうんうん その中においてポップミュージシャンがカミングアウトできないっていうのはこの国の国闇ですよ、うん、おねえっていう形をでなければダメみたいな。な イギリスなんかでいうとねもうとっくの昔にそうやってカミングアウトする人がいてそのことによってあとの人たちの苦しいなと思ってる人たちが行ってもいいんだと思ってアメリカもずいぶん昔はだめだったんだけどまあ宗教的なものもあったりとかするだろうしねまあもうなんかいろんな理由があるねアメリカに関して言うとスポーツなんかも絶対だめだったけどやっぱりフランク・オーシャンたりから2012年あたりからカミングアウトするラッパーとかレゲエのレゲエの歌手なんてもう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 無理ですね でもなんか例えばミーシャさんのステージなんかも明らかにレインボーカラーでそういうナンバーをこうやったりとかするとかっていうこともこの年末にやるってのは僕は非常に多様性があって非常に今時代がどういうものかだからヒット曲みんなの共通する曲はないかもしれないただ普通音楽好きだったら知ってるからねごめんねまず知らねって言ってる芸人さんいるの知ってるけどさ。 そういうコメントに力があるのも知ってるけどさ、うん、大衆がそっち側に行かれたら困るのよ俺はそれは悪いけどさあんた大衆じゃねえで、<laughs> って俺は思っちゃったねはい、はい、やっぱり今の時代のコアクがカをやるべきやと思うんで俺は圧倒的にこれを支持ただもしかしたら今年もっとアグレッシブに活動してアグレッシブに表現してた人もいるんじゃないかな、うん、<で>そうだよね中森明菜さんみたいなレジェンドを呼ぶこの大賛成、うんうん、はい大賛成、はい、っていうのはあります僕は <laughs> おっしゃる通りです。僕もそうですね。やっぱ赤組かな。ちょっとこう思うところがいくつかあるんですけど。どうですか思うところって。僕僕正直言うと篠原さんとかなんで出るんだろうって思あ篠原涼子さんね。はい。T.K. T.K. と一緒に出るってことですか。分、うん、かんない。伊<下>藤節なさあとあくどさんもそうですね。伊藤さんと節なさを歌うっていうなんか2022バージョンで歌うらしいんで。 あれですけど。いや、だったら、いや、<に>だったら、ブラックビスケッツの方がいいでしょうー、だって僕ですよ、や他の人がいるとは思うんすけど、ブラックビスケッツね、タイミングなんて今、ね、若い子たちす,すごい流行ってきてるし、<laughs> パフィーだってそうですよ、今若い子、ね、今すごいね、<今>あの、なんだっけ、愛の印。愛、うん、の印。めちゃくちゃ流行ってんだねめちゃくちゃ流行ってんだから。確かに。そこを、やっぱ、拾ってあげた方がって思うんですけど、 なんでだろうなって思っちゃったんですけどねこれ理由が分かんないね理由が分かれば僕は理由が分かんないものはしないでほしいよね、うん、う別にそのアーティストを批判してるわけじゃなくてそう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 必要にはそれなりの理由があってはそういうことなんだって言ったら全然ね、うん、いいと思うもちろん工藤さんが出ることに対しても篠原さんが出ることに対しても喜ぶ人はもちろん絶対いると思うし、うん、聞きたいっていうもういるとは思うけどはあはい、あ、い。 今の理由じゃないんじゃないかなと思っちゃうんですよ、ね、夜遊びに断られたんじゃないそんなもんない違うかな <laughs> どうなんだろうそういうところが旧芸能界っぽくてぽくて、なんか気持ち悪いよねうそういうやろうとしてることは志高いのにさうそ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 うでねこのチャンネルでよくちょいちょいそこ言及しますけど結構そういうのもバレるじゃないですかバレるバレる やめたらっって思ちゃうただ俺たちとかで言ったら例えば IVE とかルセラフィムとか出たことは逆に「おいいね」っていうやるねって思うっていうかさしかも日本人がどっちも入ってる k p o p グループだから圧倒的に今回やっぱ k p o p とか男子の方白組だよねいないけどさ入ってもいいと思うよね正直これだけ子供たちが聞いてたら若者が聞いてたらと思うけどね 拾っても全然俺はいい,と思うの、はあ、いだけどやっぱり今年は何にしても僕は氷川きようさんのステージを見届けたいです。やっぱ今年フェスの中でやっぱ「ちざんばん一番すごくて、はい、でやっぱそこで見た氷川きようさんってやっぱ衝撃的でやっぱりまあ彼女キーナっていうですけキーナにはやりたい表現の方があってね。うん そこをやっていくだからそれを例えば今まで応援してきた人は「えー、なんで変わっちゃったのあの時の氷川さんがいい」うんうん「押し込みたい」っていう考え自体がもうすごい古いと思ってもらっていいですか、うん、もしそういうことを言ってるんだったらそれは本当の意味でのファンじゃないんじゃないかなって俺は思ったりするってことですね。そこはすすごく楽しみに待ってるといいう感じですねたな まあ、紅白に関して言うと、ね、実はなんか浮かれた感じとか全くなくて<笑><笑>こういうちょっと苦言が先にちょっと出てしまいますねまあそれで言ったら藤井さんもなんか去年あの結構サプライズ演出あったじゃないですか、はいはいはい、家だと思って家って思わせといて何なんていうだ今年もどうするんだろうね <laughs> ねで今年グレースで会ってほしいけどね<あ>歌うのはあれ年末聞いたらいいじゃんおお<ー>これ藤井風と オィシシャャヒゲダンディズムとミーククライマックスが一番いいな確かにそれ見たいな <laughs> 最後氷川さんでもいいかもなそれはさすがにねえのか氷川さんが最後ってまあでもそっちでもいいね、うん、だからどういう演出を今考えていらっしゃるのかちょっと楽しみだけどねでも悩みどころだろうね例えば星野源さんだったら、はい、一番今までヒットした曲やるのかそれとも今年やっぱり活動したことを反映する選曲になるのか,、うん、るのかバウンディもどの曲を取るのかとか。はい 大変だろ設楽、ね、さんは結構演出とか衣装でね赤でもない白でもないっていうピンク入れたりとかねそういうの結構メッセージで打ち出したりとかしますけどはい、はい、あとサッカーから誰か呼ばれるでしょう、ね、あもちろんそうか誰ですかね三笘さん三笘ちゃん三笘,三笘さんと大分出身がそう生まれなんだよね大分生まれで川崎、ね、そうそうそうだよねご両親が大分大分 ここらしいね。嬉しいよな。大分の文字が見えたおお、三苫さん、そうなんだと思っまあ、紅白歌さ戦に関して言うと。はい。まあ、言えるのはここまでですかね。<laughs> はい、<laughs> ここからは言えないんですよ。はい、だから、旧芸能界の終わりなんだと思う。うん。それは明らかに。はい。もう緩やかに終わっていってるものに対して。はいはい、まだ旧芸能界前みたいなキャスティングをしていることに。うん。 ちょっっと苛立ってますね悪いけど、うん、紅白出たからおーからおと言われっすよ <laughs> 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 そういうことやっちゃうと例えばボーイズグループとかジャニーズのあれ上げてるとあいつら数字稼げるからジャニーズやってんだとか言われちゃうんでこっちはポッップミュージックっていう正当に評価して <laughs>、はい、今一番最先端の音楽として上げていくって、うん、気概がなきゃできないっすから。 みたいなことは NHK でしょう一番やっちゃいけない。一番やっちゃいけないの本当だよね。広告やんないつてるのにこの番組で一番の広告みたいなそうね。いやそれは確かにそうだわ。事所がでっけーとかちっちゃいとかやめろ。花束いっぱいもなやめろ。いい長いマフラーつけてるあのおじさんとか入れるなよ。差し入れ差し入れ。金持ってる事務所でっけーのを持ってるアってくんん。いらねいらねえいらねえ断れ入り口で。 歌聞かせる番組なんだよ,なんだよこいつら一回あの「紅白」出てんだから知ってんだか <laughs> ら。<laughs> いやだからもうそういう演歌歌手の方で言ったら「紅白」出たことで営業が増えるとか、うん、そういう時代じゃないでしょ順列までなんですよ余ったれたことをやらないでください、ね、だから目を見張るようなキャスティングと参、うん、っちゃうよなっていう、うん、それ繰り返し、うん、だからそれぐらいもっと昔の「紅白」がかっこよかったし、うん まあ中居正広が司会やってた時はね,ねマックスよかったのやっぱりやり手も真剣でさ中居正広の異常なストイックさに引っ張られてたよねこの台本全部覚えたっていうからねで演出もすげえ優れたその年がどんなテーマかっていう、はい、だからそれを今やっぱ人間力と身体能力で藤井風みたいなのが超えていくっていうしなやかにのが去年だったわけじゃん。はいはいはい 演出が本当今年はすごい頑張ってほしいし今年って何なんだろうって突き詰めて出してほしいとにかく氷川さんを今自分はどういう演出で「紅白」が見せていくんだろう歌謡とは何だろう芸能事務所とは何だろうはい岸君も要するに芸能事務所の社長が死んでから氷川さんああいう格好自分を解放し始めてるわけやからじゃあ何が縛まってたのっていう話じゃないっすか。 結局みんな人間なんですけど、人間を見せましょうよだから芸能界っていうのは東京中央試験課っていうのはなくなるってことですよ、うんうん、で地方から流してもできるからもうもう本当時代的にはそうだよね、はい、そして音楽を聴くツールって YouTube もあればサブスクリプションもあれば未だに CD な人たちもいてでも CD っていうものを買うってうことを延命させてきたっていうのはこの国ですよ、この国だけですからね できたっていうのは実はジャニーズ、うん、要するにサブスクリプションを YouTube にアップさせなかったジャニーズともう一つはやっぱり AKB っすよ、うん、でこの AKB グループが出てないっていう事実はい、はい、一組も出てないでもジャニーズにはまだ忖度するっていう事実、はい、もう紅白がねもう透けて見えちゃうからうなんかね乃木坂日向坂出していくからいいかみたいなのも気持ちはかるけどでも気持ちはかるっていうかさ <laughs> ご本人はそうだから でも言ったってこいつ出てるやんってなっちゃうから篠原涼子さん工藤静香さん出てるやんってなるからそれは「k i n k も断んないじゃん断った方がいいって俺が「k i n k なら断るって「いや出なくていいんじゃない?」って言ってっていうこと確かに作るの難しくなってきてると思うでも今変革の時じゃない赤白取っ払って歌合戦っていうことを考え方も変えて最初くじ引きで赤白ドラフトでもいいから。 赤城ドラムいいよねでも確かに出演してバーンってね並べてくじ引いて、ね、どっちが勝った負けたなんて正直今誰も気にしてないしそ,そ,そ,そんなことじゃなくて今年ってどんな年だったの、うん、日本ってどんなポップカルチャーがあったのかよ、うん、って何があったのっていうことを示すよう、ね、に俺した方がいや,ーいいいやーそっちの方がいいいいと僕は思いますけどねだから辛いよね、うん すごいことなのよ「紅白」ってすごい予算でやるからトップクレーイター作るんでやっぱり一回一回発見はあんのよそこだけピックアップしろっていうけどいやいやその前に片付いてない問題が結構あるっていうことがすごい多じゃん正直言って寂しいよねレコード大賞はなくなったじゃん CD やってんのかやってるらしいけどやってんでもあれだって事務所が金払ってるみたいなもうニュースで出ちゃってみんなバレちゃったから分かってるじゃんみんな。誰も 表してないし「紅白高さ戦発表」って言われて「はいはい、どういうテンション?」で、はいはい、えちょっと待って50歳の一般男性に戻れってことか」みたいな「うん、で参ったら俺音楽語りやってるからな」って「<laughs> 申し訳ないけどビジネスで「紅白出たってすごいっすよ」とかね「ねえな」ってで <laughs> <laughs> もも<う>、ね、が出ることだけが、はい、テンション上がりましたね「うんうん、おお」みたいな。うん ゆみ、ゆみ、ゆみ、歌う、ゆみの、これ、そういうベストでこれ全然いいと思うし。ゆみんが、荒井ゆみ。すごいなと思うけど。安全地帯とかも、確か。あ、で、一回発表になってのに、出ないね。なんかね、だから、それがは、もともと、なんか、この後発表になるのか、とか、なんか、いろいろあるけど。いや、安全地帯とか、ここ、来たら、また、違うと思うけどな。難しいよな、でも、まあ、どっちなんだろうね。アニソンとか見たいけどね。いや、ね、アニソンも、ちゃんとあり。 そそれこそあとなんかミュージカルスターの歌とかさたまにあのフジテレビの前にあの時間やっぱすごい楽しいわかるかる,かるああいうの見たいけどねディズニーの曲とかねまあなん,かなんか一部ですごい人気あるんだって <laughs> みたいなでこっちは宝塚出てきてさ <laughs> うんうん、うん、そういう方がいいね <laughs> ただそういうとこはちょっとありますこれだだけけは見とくっていうの3組だけ 上げてみ風、うん、藤井風、はい、藤井さん、えー、氷川きよしは別にしようか<ん>ここがトップクラスに一番見たいとして別の別の赤組俺でもミーシャは見たいですね俺もミーシャで、多分ですけど <laughs> どういう演出になるか分かんないけど純烈は多分感動に行くと思うんですよ俺ダチョウさんはいはいはいえレ、うん、出ます一緒に「紅白」も「紅白」いやないでしょ紅白ではないでしょ ちゃんと分僕はミーシャそして k i n g p r i n もうとにかくキングアンドプリンスの『紅白』出場は本当に嬉しかったやっぱり一番であんだけ多分 YouTube のこのやっぱりみんなで見るやつで一番盛り上がったしもうすげえグループだと思ったしもう今年のレコード大賞と思ったしそれぐらい。 キングアンド i リ c 充実してる中でああいうのが出てしまって <laughs>、はい、でも「紅白」にちゃんとこう選ばれたってこと、はい、思う存分やってほしいし、うん、できれば俺は一番でやってほしいけどその後に出た曲の方が売れたんだよねどっちなんだろう,うだ、ね、月読みが多分なっちゃうのかなただ一番でやってほしいな一番がいいなあと「ブアイブ,アイブでそれ僕が見たいの。うん やっぱ IVE は途中でグロリア・ゲイナーの I Will Survive サンプリングしてるから、年配の方も楽しいと思うよ。ちょっとディスコの。僕も最近 DJ でも一回かけますけど、アフターライク。好きやね、あの曲は。世界の終わりハビットかないや、ハビット好き。踊る、踊るのかなえやばい。やっぱハビット。ハビット多分あの踊りの演出をすごく大人数でやるとか。 それこそなんかいろいろ仕掛けそうですよね。ボッシャルヒゲダンディーズもあれかミックスナッツかもしかしたらあっちじゃないんだ。ああ。そしたらあれはダメかな。ドラマのテーマソングじゃないもんか。ミセスグリーンナップルのダンスホールとかやんないかな。出ればリいいややっぱみんなで踊るっていうテーマにしたらちょっと見えてきそうじゃん。まあ、だからその特別なんかその企画でね何が誰が出るのかがまだ多分決まってないのかもしれないけど。うん。 あでも JO1 が国内で最もシェアされた楽曲なんだスーパー K うわっすごい JO1 もちょっとやりたいね,いねちょっとリアクション動画やりたいねでも俺女子気になるのほんとでも見たいっていうのはま MISIA、あ、さんと「世界の終わり」のそれと「TWICE」とかはちょっと見たいぐらいかないやこれだから「世界の終わり」パフューム「Perfume、うん」「TWICE20」っていういわゆる踊りが揃ってる組っていうのがうん、うん、ちょっと面白そうじゃない、うん そこにルッセラフィムとかアイブが関わってくると緑黄色社会も多分ダンサーつけるんじゃないかなそうだよねだからすごいここら辺いいと思うよ多分乃木坂日向坂がそういう感じじゃないだろうから、うん、より面白いんじゃないかここ面白そうだななんか工藤静香さんでね娘さんと共演するんじゃねえかっていう話もあるけどね三浦大知くんがどういうふうなアプローチするかね,ねで最後「グレース」いきたいね氷川さんからの「グレース」いきたいね <laughs> 高豪しいね確かにああいいねユーミンはだから荒井ユ美時代の曲やるんですかねなんか AI で荒井ユ美を作り上げてそれでユーミンと荒井ユ美で一緒に歌うらしいですよ今の歌今の歌を,の歌をそうう演出もできると演出をするらしいっていうのがもうなんか出てきましたまけどね郷ひろみさんとかでもやりそうだよね来年ね <laughs> 君たち男の子若い頃の子さんのなにわ男子もどんな衣装 ド派手なのしてほしいねおいおいってい <laughs> キンプリがだからちょっとストリートファッションになるでしょ<ー>昔はそういう役だったのにそっちだよねまああとキングヌがロックバンドの格好さを見せつけてほしいかな,なサウシードックそうだなサウシードックあれじゃないシンデレラボーイじゃないだよねだよねマカロニ鉛筆届かなかったんだそうなのよマカロニ鉛筆出なかったわね エレガシの宮本さん宮本さんなんて年末に見たいけどね、うん、神々しいから、うん、だから俺はね宮本さんミーシャ、はいはい、氷川きよし藤井風で見たいよ <laughs> 最後もうお札買っちゃうそしたら俺、ね、<laughs> そこでね、はい、お札買っちゃうよ <laughs> マジでこおみくじ引いちゃってシャーマンだもん完全に <laughs> 年末一番見たいよ 今年だからさ「31日仕事がないのよ、うん、あ紅白」リアルタイムで見るかもしれなくてさ、はいはい、楽しみで俺一人で見るかもしれないからねこれ「紅白」一人ってどんな気分なんだろうどんなシャ聞ながら見ようかな <laughs> ないのよ DJ もなくて絶対劇場であの芸人がたくさん出るやつには行きたくないから、うん、<laughs> 全部断ってそうなってくると「ないな、はい、仕事」みたいな「<ー>紅白見るか?」みたいな感じやね。うん というわけでございまして、ま、はい、ちその順番で見たいという。こうん。ありました。紅白歌合戦、楽しみにしております。楽しみにしてます。チャンネル登録しくれ、試食令